はい、昭和の車が大好きな80ガレージインパクト香川直也です。はい、本日はですねこちら平成2年式日産パオ、かわいいね、かわいい、はい、こちらを紹介していこうと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。はいですね、こちらですね日産パオはですね同社のですね K10 型マーチをベースにしたパイクカーシリーズの第2弾として作られました。パイクカーとはですねレトロ調であったり先鋭的であったりとスタイリングが特徴な自動車のことを指すということです。まあ、日産のパイクカー4姉妹の一つと言われております。初代が B1 で2代目がこちらのパオで、3代目がエスカルゴでフィガロっていう感じで4姉妹と言われております。まあ、姉妹っていうぐらいだからですね可愛いを売りにしております。パオの意味わかりますか渡辺さん。あーなんか本当意味ありますよねパオ。なんかこのエンブレムになんかパオなんか隠されたような、ね、わかりません。中国語のパオ包むというを由来しています。はい、でまあ、あのモンゴルの遊牧民のゲル、あれを意味するとも言われてます。はい、だから何って感じなんですだから文献によるとそういうことです。でエンジンはですね MA10S 型、まあ 987cc 直列4気筒 SOHC のベルト駆動52馬力でございます。オートマが3速オートマで全長が3740で全幅が1570全高が1475キャンパストップになったら1480。はい、キャンパストップモデルもあったんですよね当時。あれがまたですね雨漏りがすごくて後ろがこうなんかブチュブチュになってるんですよね。はい、これはあのノーマルトップモデルのオートマのタイプになっております。車両重量がですねオートマは750キロ。軽い、マニュアルはもっと軽かった720キロというお車です。はい、で外装色ですね当時4種類ございまして、アクアグレーこれですねとオリーブグレー、あとアイボリー、テラコッタという4色テラコッタってなんかちょっとオレンジっぽいやつ、はい、の4色の RC カラーと呼ばれる天然素材を思わせる優しい色合いが設定されておりました。なんか最近のお車もこういった色合いが流行ってますよ ね、 ですね。ちょっとこうくすんだような感じのですね。やっぱ時代はね繰り返されるんですですね。はい、で全色ともにフッ素樹脂、はい、塗装が使われてたそういう車ですね。はい、じゃあちょっと外観の特徴的なとこ見ていきましょうかね。前から、はい、こういうパイプ式のバンプですねと素材違いのボディ、これなんか FRP 素材みたいな感じになって軽いんですよ。錆びないように作られてます。あとねこういうとこが特徴的、ねこのドアのヒンジをむき出しにするとで、もともとは全部むき出しにしたかったらしいんですよね。でもまあ安全を考慮してこの部分は覆いかぶされてるってことです。はい、と三角窓ですね、こういう上のなんかちょっとした飾りですね、こういうところですね、オールド感を出してるんですよ。してます。これは分割で後ろが開きますからね、パカッと。ああそうなんですね、半分でこうやってこっちが開くんです、下が。はい、とリアも二分割です。上と下に開きます。これちょっと今から開けてみますね、はい、ここと後ろと開けてみます。まずこの横から開けてみますね。こんな感じ、ちょっと風通しが良くなる。ああ、はい、あこれで、あこれで、はい、開くんです。と前は三角窓ね、三角窓、これがこのように開きます。こんな感じですね。はい、と後ろはですね、ここにトランクのスイッチがあるんですよ。この中にですね。
ハンドルの左下ぐらい。こちらです。これを、左に、ドゥフッと、後ろのスイッチが開きましてですね。はい。音が今鳴ったんですけど、はい、変わってないですよね。ここが、ガラスが開きました。はい。わかりました。はい。開くようになっております。で、その間に下を、これ、下はこちらです。どこ？ああ。開けることができると。はい。そうするとこんな感じの、オープンな感じになります。はい。とてもよくできた椅子ですね。大丈夫？危ねえ。上のダンパーも、ちょっと。ああ、ね、ダンパーも危ないし。ダンパーがダメですね。はい。で、こちらには、スペアタイヤが入るようになっております。はい、スペアタイヤですね。はい。はい。綺麗ですね。綺麗です。はい。とても、後ろが綺麗な1台でございます。じゃあ閉めますね。はい。まあ外観はそういう特徴で、後ろもパイプのバンパーです、はい。このね、パイプ式バンパーがね、はい、もう厄介で、もうぶつけると替えがないんですよ。ああ。はい。まあこれ結構綺麗に保たれてる方です。ホイールキャップ。全部鉄筋なんですけど、ここだけキャップでポーってついてて、はい。そういった鉄筋にホイールキャップ。で、なんか可愛さを増してるという時代でした。内装がですね、今回ちょっと購入をした経緯、整備工場のおいちゃんが持ってきてくれたんですよ、こっちを。自分の会社にあるんだけど、もう、ちょっと売るのもどうかなっていうところで、どうですかっていう感じで提案を受けてですね、はい、持ってきていただいて、私が気に入ったのが、この内装。内装がオリジナル度が非常に高い。どこがオリジナル度かというと、まずハンドルね。これ、パオの純正ハンドル。これ、オーディオが壊れてるのが多いんですよ。こちら、オーディオがですね、修理出してラジオ聴けるようになってるっていうところですね。あと、天井のハゲもない。ですね。サンバイザーもついてます。はい。それと、なんと、純正のキーがついてるんですよ。ほら、見せてください。ほら。純正キー。パオのこれ、純正キーです。初めて見ました。私、パオ何台か所有っていうか、売ったことあるんですけど、純正キーが付いてるのは初めてですね。はい。そういった内装。あと、エアコンが効くんですよ。はい。そこは気に入りました。それと、マットもパオの純正のマット。それと、純正のおそらくオプションでしょうけど、このチェックのシートカバーですね。こちらもちょっと気に入ったんです。シートカバーが付いてるということは、もう中がですね、綺麗なんです。ほら。ほら。破れてないでしょ。ここが。ね。こっちから見たらわかるぞ。ほら。これ。サイドがね、破れがないんですよ。もうこれで、ああ、ちょっといいなと。これは買おうと。在庫にしよう。という感じで、譲り受けました。最終的に交渉でですね。はい。2万円負けて。もうちょっとって言われて。もうちょっとって言われて、2万円高くなった。もう燃料ポンプも変えちょんだよ。燃料フィルターも変えちょんだよ。つって。エアコンも修理しようし、このラジオも日産に出して修理したんや。つって。あと燃料タンク。これもうオーバーホールして、もう売ろうとしようったんや。つって。すごく言われて。言われて。2万円上がりました。はい。はい。だからバイカも当然2万円分上がりますけどね。上がりますよね。はい。で、このデッキは、このパオのオプションだったんですよ。エアコンとデッキはオプションだったんですよ。メーカーオプション。ちょっとエンジンかけますね。はい。どうぞ。キャブ車ですからね。で、エアコンがね、効くんですよ。でも。いいでしょ？聞いております。はい。で、こちらですね。まず、電源が右でございます。電源オン。どうですか？はい。
ちゃんと入るんですよね。あで、AM、FM の切り替えがあって。はい。どうですか？恐れ入りました、はい。で、当時ですね、このデッキは、CD とカセット、どっちか選べたんです。これがね、カセットモデルですね、残念ながら。CD じゃないですね。CD じゃない。CD じゃない。じゃあ、カセットということで。はい。あ、ちゃんと持ってきました。いうことで。あ、はい。で、もう怪しいからですね、カセットが聞けるとも聞いてないので、はい、食われてもいいやつ。あ、もうなんか怪しいアキナを持ってきました。食われてもいい。亡くなっても悲しくないアキナを。はい。怪しいアキナ。もう何書いてるかわかんない。台湾か中国かどちらかの販売されてたんでしょうね。そうですね。難しい漢字がいっぱいです。じゃあちょっと怪しいアキナをインサートしてみようと思います。怪しいアキナイン。お、入った。お。ん？お？お？ああ残念。あ。あ、行ったり来たりしよう。ああ。あるあるですね。あ、でも出てくる。あ、出てくる。ああ。ちゃんと出てきたよ。で、なんか行ったり来たりしたけん。テープ自体が、ああ。そうなん？いいテープ入れてみる？はい。ちょっと、アキナの新しいの持ってきます。お待たせしました。持ってきましたよ。お願いします。桃江で勘弁してくれ。桃江ちゃんで。桃江で勘弁して。ちょっと飽きない入れ切ら。入れ切ら。桃江ならまあいいかな。それ桃江ファンの人すいません。そうっすね。桃江の A 面いきます。はい。は入れて、さよならの向こう側にならないように。はい。お、うまいこと言いましたね。はい。あ、グビーよーし。あ、聞こえました。あ、一応聞ける。あ、聞いてな。はい。なんかこれ、なんとかガスやねえけど。口に引っ込んだような。ねえ、ヘリウムガス。あ、ヘリウムガス。ヘリウムガス、桃江になりましたね。はい。はい。一応聞けると。聞けますね。はい。頑張ったら聞けるよと。なんかを直したらいけそうなんですけどね。このレトロ調なスイッチ類ですね。このような。ね、これハザードも、これ、はい、全部レトロ調。メーターもですね。はい。で、こういうところも。小物入れ。と、ここ置くとこ、スペースもですね。こういうのがついてます。と、パオの。トリセツですか？うん、トリセツもちゃんとついてる。はい。そういった内装でございました。もうこの内装に惹かれてですね、ご購入を決意したと。そういう一台でございます。まあ当時ですね、前作の B1 を大きく上回る受注を受けた、そういう一台です。受注台数はですね、51,657 台。で、製造はですね、31,321 台。1年半かかったらしいですよ。最終的に。納期、一番遅い人はですね、なんか今でいうランクル並みの人気を博してた。ですね、そういった位置で。日産パオ。じゃあこちら、エンジンから見ていきましょう。違うことこちらですね。こう開くんですよ。どうですか？箱スカと一緒っすね。そうそうそう。あと素材がこれね、違うでしょ。プラチック。最先端技術。プラチックです。じゃあちょっと中を見てください。はい、どうですか？オイル漏れとかは特にないです、ね、ないですね。燃料フィルター、燃料ポンプが新しくなってるそうです。タイベルは変えてますね。あ、変えてます。まあ平成でしょうね。13年12月、83,300の時変えてます。はははいいですね。前回り事故なさそうですか？前は、はい、なさそうですね。ね、それなりの汚れ、最先端技術のボンネット、なんか随所にそういうところがあるんですよ。フェンダーもっすね。フェンダーもだけど錆びない。じゃあ下回り見ていきましょう。はい、出ます。
ハワイマーチと同じエンジンがさ、下回りですね。これは鉄プラ、これもプラ。じゃあ結構プラスチック使っちゃうとこ多いな。バレバレプラス。錆びなくていいじゃないですか。オイル漏れはなさそうですね。にじみぐらいかな、うん、ただ、乗ってなかったんかな、うん、展示車両やったら。なるほど。室内いいですね。前回りいいですね。はい、激しいオイル漏れもなさそうで、はい、整備の後も見られますね。こんな変えてるね。閉じます。閉じ物？横も。あ、こっちもプラスチックだ。どうですか？熱くしよう。そっちは、ここは鉄ない。下も鉄やな。そうですね、はい、あ。表回りがプラスチックみたいなやつね。マフラー細えな。穴を埋めた跡があります。そうですね。はい、純正のマフラー。これ、触媒ですか？これ、太鼓。太鼓ですね。触媒は？触媒ね。ねえわけねえわ。触媒は、ああ、これ？そうですね。そうですね。え、燃料タンクをオーバーホールしたと聞いております。なんか触った跡があります。触った跡がありますか？はい。と、後ろ。あ、ここがちょっと錆びてる。そうですね、そこが。あ、この部分はじゃあ鉄だよな。ここにちょい錆がございます。ちょっとミルフィーユが。はい。これ、削ってください、渡辺さん。穴がほぐる。穴がほぐる。でもこれ錆を落としとった方がいい、これ。はい。あとは大丈夫ですね。ここだけですね。ですね。はい。他は大丈夫。水が溜まるんかな、ここ。かもしれないですね。素晴らしい。そこは鉄です。鉄。なんかプラと鉄の混合です。ここは？これは鉄っぽいです。あ、鉄っす。鉄。はい。OK です。どうですか？商品化していいですか？商品化かわいいんで。なんか可愛いですね。じゃあかわいいので、商品化です。ハイトカーを。はい。よろしくお願いします。お願いします。オーケー？オーケー。出発！スターティング。もうちょっと顔こっちに出して。はい。いいな、いろいろ置くところがあって、これ。好きやわ。収納がいっぱい。行きますか。スターティング、ゴー。ちょっとショックから音が出るポッ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 出てますね。ああ、これはショック感と悪い。ああ、これショックやな。大ショック。そういうことだ。そういうことだ。そういうことだ。ショック、大ショック、大ショック。左後ろ。左後ろ。かわいいなぁ、パオ。なんか、本当シンプルですね。はい。シンプル。これはやっぱ旧車になるんですかね。これ、旧車ですね、もう。旧車ですね。平成2年式ですか。旧車です。はい。エアコン入れたらおっせぇ。おっせぇ。取られますね。力をね。まあ、十分。パオやけ。このくらいいけば大丈夫ですね。1000cc。1000cc。ああ。マーチと同じエンジンが乗ってます。マーチと同じ。はい。
ちょっとレトロ感出した作りなんで、こう三角窓とかあるんですよ。ほら。いいです。すげえでしょ？タコスカチックです。タコスカチックやろ、これ。わかります？これ、使い方。こうやって使ってる人いますけど。いますよね。これ間違いです。間違いです。これ使うときは、こうやってください。こうです。風を中に入れるための三角窓なんで、こうやってたら入りませんから。入りません。はい。こうやってくださいね。これが正しい三角窓の使い方です。ああ、いい風が入ってくる。今、走行距離が12万6千キロでございます。12万6千。はい。で、オートマの変速ショックもございません。とても状態がいいですね。はい。パオは思い出ありますか、渡辺さん。何もございません。何もない。何もない。やっぱ、ヤギマ美容室ぐらいですか。パオ、パオ、パオ。知らん。知らんすか？トンネルズ。トンネルズ、そう。ヤギマ美容室。パオ、パオ、パオ。そういう思い出ですか？そういう思い出。そのくらいの思い出しか。僕はですね。はい。あるんですか？ありますね、パオ。サラリーマン辞めて、はい。なんですか、独立して、はい、ちょっと始まり良くなるじゃないですか。初めて女性にプレゼントしたのがこの家。これやった。ジャケ買いだったんや。ジャケ買ったんや。ちょっと懐かしくなる。いやらし。いや、可愛かったな。いい思い出。いい思い出。可愛かった。もう12個ぐらい年下やな。あな、なおちんち呼ばれよ。まあ俺。なおちんち呼ばれよ。かわいかったな。何しようなんやろな。これ面白いですね。はい。今、絶対あげませんけどね。あげません。女性に厳しく。いただきおじさん、なおちゃんになろうと。いただきおじさん。マニュアル作ろうと思った。いただきおじさん、なおちゃんで。なおちゃんで。うん。はい。まあ、パワステもエアコンも快適装備もついて、とてもいいですね。内装も綺麗で。走りやすそうですね。うん、走りやすいです。とても。さあ、坂道を、この3速オートマが登るのか。登るのか。いきます。力。お、ちゃんと登りますね。ちょっとうなりますけど登りますね。はい。ええ。水温はいいですね。水温も安定してます。安定してます。うん。ハンドルもぶれませんよ。ちょっとこう斜めっちょんけど、これまあ戻してあげれば。いきますね。いきまーす。レッツゴーパオ。ゴー。ベタ。おー、滑らかショック。うん。はい、こんな感じです。いいですね。いいですね。滑らか、滑らか、滑らか。渡りよ。はい、向こう渡ってます。釣れる向こうの方が。釣れますね。やっぱ沖の方が。はあ。渡辺智光は海の男でもあるわけ。当たり前じゃないですか。何を言ってるんですか。8月生まれなのに。8月。サマーの。サマーの。海の男でも。夏の男。夏の男です。名前に月があるし。はいはいはい、ムーンライトな。男でもありますよね。ああ、そうですか。はい。月が二つなんです。月が二つ。満月の満です。に、満月の満。満月の満。ああ。
これはね、友光両親に感謝です。友光です。はい、友光です。はい。そうですか。両親に感謝ですね。感謝です。名前負け専用にですね。ちょっと負けてますけど。負けちゃうんですか？名前に負けてます、ね。その前にドライブに入れた方がいいんじゃないですか。2位のままです。あ、2位のまま。はい。はい。あれ？はい。切り替わるんですね。あ、切り替わって。あ、切り替わりました。過去最高の記録は何があるんですか？魚ですか？魚以外に何があるんですか？スリーニュースにも載ったんですよ。何の記録？いろいろあるじゃないですか、鳥人間とか。あ、魚。魚ですか？魚がですね、50アップが釣り切らんで、黒の47が最高ですね。それ何？47センチ？そうです。47センチ。それはどういかほどのもんなの？まあまあまあ。まあ、まあ、プロとは言えない。50のラント割り。50アップ欲しいですね。いろんなライブ仲間、釣り仲間、旧車仲間。いろんな仲間がいますね。いますね。未だお客さんゼロですけど。ファンくれるおじさんも、最近もう、最近ファンすら来なくなりました。ファンくれるおじさんがファン。それは言わんでください。仲間は増えど、客つかずってやつだね。客つかず。まあ、お許しください。いいですね、いいですね。お許しください。いいですね。運んでいただくという重大な任務をこなしてもらってますから、ね。そうなんです。日本、全国制覇に向けてですね。はい。はい、頑張っております。ついに今月、待望の北海道ですね。北の大地ですね。北の大地。北の大地。雪が、ね、ちゃんと帰ってきてくださいよ。どんな手を使ってどんな手を使ってでも。はい。雪で立ち往生して何メートルの渋滞とか、あるじゃないですか。で、2日も3日もと。それらにハマったことがあって。本当あるです、あるです。もうトラックについた雪を食い寄ったですもんね。今じゃけんこそ、近所の人がおにぎりとか配ったりとか、あるじゃないですか。今やけんこそ。もうそ当時、西名阪中道路なんですけどね。ああずらーっともう大渋滞、もう、人びくともせん、寝れも、寝るのも寝れん。ああもう、ほんと、雪を忍んで、やっぱ人間一番腹減るより、喉ですね。喉。うん。と水分が、水分が大事です。わかるわ。はい。現状態。それからもう、トラックにはお菓子とか常備、なんか食えるものを。到着ですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。帰ってまいりました。帰ってまいりました。430たち。ああ、LX かっこいい。はい、以上、日産タオ編でございました。こちらですね、まあ乗った感じ、まあ、ショックやな、ナベさん。ですね。ショックがガチャガチャ音がしてましたね。左。あとタイヤがもう摩耗してるんで、交換。これ4本交換します。と、リアの下回りちょっとサビがありましたね。あそこは削って、サビをなくしてください。お願いします。はい。このようなですね、買取案件、どんどんお待ちしております。そして我々はですね、全国制覇を目指しております。とりあえずは西日本を制覇したい。ね。西日本は、あと、鳥取、奈良、この二つ。もう、ワイズ社長の奈良に行きたい。でもなんかネタがないといけないから、ね。ネタがないと。はい。奈良まで行きたいので、奈良の方、あと鳥取の方、で、旧車を手放そうかなと思ってる方はですね、まあ、お電話だけでも、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、また来てね。じゃあね。はい。430も控えております。ね、430とパオ。いいね。
いい時代ですよ。430と Y30 が並んでるのもいいね。同じ白やけど白用が違う。白用が全然、うん、全然違いますね。クリームがかった、はい、そういった感じで。いいんですよ、ダイソーもさほど傷がなく大きなへこみはございません。ないです、はい、よろしくお願いします。はい、ライスの代わりにカリフラワーを使用した低糖質カレー考案しました。糖、あ、5分の1 20だけど 20% 80% オフや。カロリミット富士フィルムが開発したとかいう広告に出てくるやつあり、ポチっちゃった。今まで何十回も試したこれをまた試そうかな。素晴らしいよね、ココイチって。これ抜くカレー屋はない。はい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 、来ました、カリフラワー。カリフラワーや。カシミールカレー低糖質ライス、ココイチイカトッピングでございます。あとサイドメニューでラッキョも頼みました。でこれね、今日の助手飯は手を合わせてください。いただきます。はつ、うわ、カリフラワーやん、これ。完全にカリフラワーよ、これ。うん、うわ、超カリフラワーあ、これはそら糖質オフなるわ。うん、カリフラワーまずくありますか。あ、正直ないわ。ご飯ともう全然別うん、ご飯感ゼロ。うん、もうカリフラワーやわ。カリフラワーの香りとかありますか。カリフラワーの香りとかはない。食感がカリフラワーなるほど。はいはいはい、ラッキー、はい、ありがとうございます。何やったか、カリフラワーにラッキョは合わん気がするな。ん、合わん食わね。うん、なんもちょっとやっぱ満足度が低いな。じゃ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 ん、いました、コーヒージェリーキャラメル。これはうわー、まおいしいかおいしくねえかで言えばおいしいよ。だから満足度があるかねえかで言ったらねえ。ライス小盛りにした方がいい。うん、なるほど、うん、まだ満足感が、うん、そう思います。また頼みますか。あ
のま、あのみ、ま、せん。これはちょっと試練やな。ダメや。いや、でも残したらいけん。格闘しちょんけど、食べよう。いっぱいきちいなぁ。これダメや。食べきらん。残念。ちょっと、ルーは最高なんやけど。ごめんなさい。これは、合わんとかそういうわけでもねえやけど。満足感がないものをずっと口に運んでるのがなんか、なんかこう、苦行になってきた。うん。ココイチのカリフラワーカレー。断念。すいません。これは、いや、美味しくなくないんで。味としてはいい。なんか、満足せんのよ。いえ、痩せたわ。